東急8000系電車は、かつて、東京急行電鉄に在籍していた、通勤系電車。東急での運用終了後は、伊豆急行とインドネシアの鉄道会社である BT、ケレタ、API に売却されたが、本記事では校舎のみ扱う。東急では、編成故障の際に、渋谷、大井町方先頭車の車両番号を使用している。 このため、本記事では、渋谷、大井町方先頭車の車両番号を、編成名表記として扱う。東急では、初の20メートル車で、量産車で日本初となる、ワンハンドルマスコン、電気指令式ブレーキを採用した車両で、東急の主力車として大量に増備された。 輸送力増強及び東横線に残存していた旧型釣り掛け駆動車の置き換えも本系列により行われた。機器などがほぼ同じとなる講義の8000系としては677両が製造された。なお、講義の8000系は、の3系列も含めるが、ここでは、競技の8000系のみを解説する。1962年登場の7000系電車。 以来の流れを組むアメリカバッド車のライセンスによるオールステンレス車で機能最優先な直線基調の形態である。輸送力増強と将来の新玉川線での使用を念頭に東急では初の20メートル級両開き4ドア車体となり以降の同車の標準となった。製造当初からしばらくの間車体はステンレスの地色のままであったが 1988年の春から夏にかけて先頭車の前面に赤帯が配された。制御系には改正制度が可能な多例会自直波制御方式を世界で初めて実用化し、また運転台操作系には量産車としては日本初となるマスコンハンドルとブレーキレバーを一体化したワンハンドルマスコンが採用されている。 ワンハンドルマスコンの操作法については、押して制動、引いて立行という方法と、馬の挙仕方に基づいたその逆の二つの案があり、最終的には全者に決定したが、これが人間工学に基づいたシステムと評価された。日本の鉄道車両は以降輸入車を除いてこの方式を踏襲している。また、ワンハンドル方式の運転台自体は、 高松琴平電気鉄道の一万型や、低都高速度交通営団の6000系、試作車などにも、試験的に採用されていたが、普及することはなかった。他にも、応答性に優れ、当時最先端であった、電気指令式ブレーキを装備し、補助電源供給には、保守に、手間のかかる、従来の電動発電機に変え、静止系インバータを採用するなどの特徴が見られる。 主電動機は、副管電動機の TKM-69K、TKM-80K、TKM-82K の3つで、日立製作所、東洋電気製造、東芝の3社共作である。それぞれのモーターは音に違いがあり、TKM-69 型は1979年までに製造されたモーターで高速域で低音を発し、 TKM-80 は1980年以降のモーターで高速域が高温となった。TKM-82 は1982年以降の製造で 1M 制御用4個モーターを直並列制御し低速域の音が大きく変わっている。高速域は TKM-80 とほぼ同じ音を出す。台車は ほぼ 7200K のものを踏襲しており、動力台車は TS-807 型、付随台車はパイオーニア3系の P-708 e 系である。P-708 型については乗り心地に難があり、1990年から1993年にかけて、動力台車に準じた構造の TS-815F 型に交換された。 8001回比例房時代冷房装置については一時車は比例房車で登場した。この時には屋根状にベンチレーターが搭載されていた。二次車からは屋根状に冷房装置の外着せのみを装着した冷房準備車として登場した。これは冷房車のように見えるが、実は比例房車であることから、俗にカバークーラー車、クーラー車などと呼ばれた。 これらの車両は後に、本来の設計通り、冷房装置を搭載する改造がされている。なお、二次車最後の8019回は、東急発の冷房装置搭載車として1971年5月19日より、運転に入った。その後は四次車や5.6次車の8200型を、除きすべて新生児より、冷房装置を搭載している。なお、 冷房準備者は1970年代中期に冷房装置が搭載されたのに対し、一時車はこれより遅く1980年代後半に冷房化が実施されたために電源機器が異なる。搭載機器は柿変成表参照。本系列の外観は一見、確一的であるが、雨戸い、屋根周辺処理、非常口のドア枠。 側面行き先表示器の横幅の相違で、多様なバリエーションが存在する。軽量ステンレス車体の試作車8000系更新車、東横線所属編成を対象に行われ、1992年から1997年までに11、編成が施行された。また大井町線には、外観はそのままに、早期の廃車を見越して、東横線の車両よりも、更新内容を、 簡略化した簡易的な更新者が4、編成存在した。東横線では8090系導入以降、ダイヤが乱れた時以外は、基本的に、各駅停車運用だったが、2001年3月28日のダイヤ改正で全系列が共通運用になると、特急、急行にも多く使用された。なお、特急運行開始直後にはそれを記念して、 かつての急行表示板を掲出していたところに、青地に桜をデザインした特急マークを期間限定で掲出していた。2003年3月19日ダイヤ改正に伴う LED 式行き先表示器のローム交換では、書体が明長からだから視認性に優れたゴシック体に変更された。字幕式行き先表示の車両では、方向膜の交換が実施された。 2001年より廃車が開始され、東横線では2006年9月25日のダイヤ改正からは平日ラッシュ時のみの運行となっていた。大井町線の車両は、子供の国線の多客時や、同線専用の7000系の検査時に、臨時で同線の運用に入ることがあった。主に、 子供の国の行き先表示幕を持つ8001回、8003回、8005回、8049回、8051回が使われ、運用時には先頭車の前面に子供の国のシンボルマークが掲出された。大井町線からは2008年2月22日の運行をもって引退した。また、着雪防止のためにパンタグラフがシングルアーム式に変更されていた。 前述したが、過去には8500系に組み込まれていた車両も存在した。中間車代用として組み込まれた、ク波8000型は、貫通扉と乗務員扉で、運転台を締め切り、隣の車両との通り抜けが可能だった。その他、1987年と1988年の夏に、大井町線の8001階の8 0 0階と、 東横線の8011回から8015回とで、上り方制御者のみ交換されたことがある。この内区半8011は1988年秋に、子供の国線にも入線した。東横線の8 0 7回は、2005年6月24日より、全面赤帯、側面向帯から伊豆急行上都車と同一の、伊豆急カラーとなり、臨時急行列車、伊豆の夏。 号として、翌7月2日から24日までの土日曜日に、東横線と乗り入れ先の港未来線で運転された。その後伊豆急行には譲渡されず、インドネシアの PT ケレタ API に、伊豆急カラーのままで売却された。さらに同月からは、東横線の8線39回が先頭車前面の赤帯を撤去するとともに、全面行き先表示器を、 LED 式から先に運用終了した8生21回の発生品である幕式への交換、優等列車で運用する際の通過標識等点灯など登場時に近い形に復元されて運行された。その8039回も2007年6月22日に定期運用を離脱し、それを記念して同月30日と7月1日にイベント列車、 リバイバル急行8000警号として運転した。このイベント列車のために、先頭車前面左側への急行プレートの装着や過去に存在していた渋谷、旧渋谷、元住吉のほか、過去の運転時には実在しなかった白地に、黒地の元町、中華街や赤字に、白地の旧元町、中華街と表記された全面行き先表示が用意され、 クハ8039の全面窓ガラス支持エッジゴムは白に近い色のペイントがなされるとともに、車内には8 0 0 0系の歩みを振り返るポスターが掲出された。この表示は、イベント列車としての運用終了後に、急行プレートを8 3 9と表記された特性プレートに交換して、元住みを試験車区に入庫した後、通常の表示に戻された。 その後、長津田県社区に改装され、同月11日に、詐欺沼車両基地に疎開改装され、同年8月12日に再び、長津田県社区に改装、そして同月17日に、長津田車両工場に改装された後、PT ケレタ、API に売却された。東横線に残った8019回については、 2007年12月17日18日に、さようなら8019回1971から2007、8019回引退1971から2007と表記されたヘッドマークを掲出して運用につき、18日をもって営業運転を終了した。その後、27日には長津田車両工場へ改装された。 もう一本の8017回は2007年12月以降、休校運用に入る際には休校プレートを装着して運行された。また2008年1月1日2日には新年を記念して、と休日ダイヤにおいて運行され、前面には元旦、合唱、金が新年と表記されたプレートを装着して運転された。 これは日中特急指定運用の17運行において運転されたが、両日とも14時代に車両交換により運転を終了している。そして同年1月13日に臨時特急としてさよなら運転が実施された。この際には先頭車前面の行き先表示器は LED 式から幕式に交換され過去に存在しなかった。 特急運転開始時のデザインの特急元町中華街表記が用意された。また、通過標識等が点灯されたほか、ありがとう8 0 0 0千8 0 0 0作用なら1969から2008と表記されたヘッドマークも掲出された。運行番号は39であった。車内には8 0 0 0の歩みのほか、ヘッドマークの制作状況を記載したポスターが、 提出された。そして、同月23日に、先頭車前面の行き先表示器を幕式から、LED 式に戻し、長津田車両工場へ改装された。これをもって、東横線、港未来線での8000系の旅客営業運転を終了した。定期運用離脱は、同年1月7日定期運用離脱は、同年6月22日本形式の運用離脱者は、 当初売却交渉の難航や廃車体の留置スペース不足から解体されていたが2004年以降になって一部車両が上渡売却されている。ありがとうございます。